はい、ゲームコレクターの酒館です。チャンネル登録よろしくお願いします。今週発売されるパッケージゲームをサイトでチェック。今回チェックするのはレイズアーケードクロノロジーということで、なんだこれだってタイトル的によくわかんないんで、特にクロノロジーの方にね目がいっちゃうんですけども、レイズってところが重要なんでね、早速サイトを見てみましょう。はい、ということでこちらレイズアーケードクロノロジー2023年3月9日発売予定、通常版、特装版予約受付中となってますね。Nintendo Switch と PS4 ですね。はい、ということで、まあなんかシューティングゲームっぽいぞって言ったらもう大体わかりますよね。はい、ということで、まあ、どういった内容か、はい、アーケードシューティングゲームの名作、現世代機で完全復活ということで、レイズアーケードクロノロジー。はい。ということで、アーケード版レイ3部作を忠実移植。なんかね、レイ3部作って言われてもピンとこない部分もあって、レイストームなんてさ、ほら、レイストーム&レイクライシス高解像度バージョンも収録。いきなりそうきたか。レイストームとかね、レイヤー、レイクライシスとかね、この辺プレステで出てますね。で、レイヤーセクションだったんだよね、サターンの時はね。一作目がね。ということで、ちょっとね、そういう意味でレイズって言われた時にピンとこなくなっちゃうのは、ここら辺のせいなんだよね。だから全部プレステで、ね、ちゃんとこう出てれば、違ったのかな。あ、でもあれか、プレステ2で、タイトルのコレクション、メモリアルか。あの辺でいろいろ入ってたかもしれないな。ちゃんと調べてないんだけど。で、まあいろいろ様々な情報追加表示可能。まあ左右が空いてるからね。っていうか、もともと縦周だったのが家庭用サイズのこの 見え方になってるから、その時点で見え方だいぶ違う気がするけども。で、まあ、いろいろと機能もついてると。まあ、ランキングもできると。早い。多分、これもう僕だったらゲームオーバーになってるな、今の状況はね。画面サイズ表示エフェクト変更可能。あ。広く出てくるんだ。縦。あー、そっか、縦でプレイするの、もしかしたら任天堂スイッチでも、この縦の遊び方って違うよね。あれ、コントローラー外してやるよね。こうやっちゃうからね。あー、でも、もしかしたら、こう、ちゃんとアーケード基準でプレイできるのは初めてなのかもしれないよね。これはちょっと僕はね、あんま疎いんですけど、今でもファンの方に結構いるんですよね、この、ね、ゲーム音楽のこうライブとかっていうのは、まあ、斎藤さんのタイトルもね、このぐらいまでのタイトルだと、開発者のこういうものが魅力になるような、時代なのかな。このレイシリーズぐらいが最後かもしれないよね。特装版がどういう入り方してるかがちょっとね、気になるよね。はい。ということで、アバウト。レイシリーズのアーケード版3作を忠実移植。さらに 3D 描画の2タイトルは、高解像度化し3タイトル計5バージョンのレイを収録したオムニバスゲームソフト。全タイトルとも移植は有限会社 M2 が担当しており、ゲーム攻略に役立つ各種ガジェット表示のほか、ゲーム中のセーブロード機能などをが追加されるということ。まあそこら辺は今時って感じですよね。で、だからあれ、これだとあれ、それぞれの作品の紹介っていうのはないのか、特に。ないのか。タイトルの紹介説明はないのか。ムービーで見ろよっていう感じなのかな。まあ、パッケージ版はいろんなところで、こう、
なんかおまけがつくよう的なのは出るのかな。そうじゃなくて、特装版の中身が知りたいんだよな。特装版18,480円で、さっきのその CD ついてくるはいいんだけど、それ以外はないのかな。今までの台東さんのレトロ系のコンテンツって、結構そこにしか入ってないゲームとかがあったんだけど、そういう入り方はしてないみたいね。特装版。特装版の、こう、ないね。だから、あんまり、こう、あ、タイトルってあるな。これで見ればわかるのかな。タイトル、レイホース。1994年にアーケード版が、稼働したシリーズ第1作目。レイホースは、だから家庭用だとサターンのこのレイヤーセクションね。はい。1994年にアーケード、あ、そう、今読んだばっか。人類に反旗を翻した、ニューロネットワークシステム、コンヒューマンを破壊すべく小型、機動兵器、X-ray を惑星中心へ突入させる作戦。オペレーションレイフォースをゲーム開始から最終ステージまでシームレスに展開するシューティングゲームとして描いた。プラットフォームは 2D 描画機能のみの F3 基盤だが、ロックオンレーザーを中心にしたゲームシステムと演出で 3D 的に構築されている。この辺は本当マニア向けに書かれてる感じがしますよね。で、次、レイストーム。あれ、ちょっとこれ廉価版だけど、レイストーム。まあ、この後多分シンプルシリーズに出てるんじゃないかな。うん。で、1996年稼働のシリーズ第2作、FX システムをプラットフォームとした、俯瞰視点の 3D 描画シューティングとなった。前作の X-ray を引き継いだような、最大8体のロックオンの、R グレイ1、最大16体ロックオンの R グレイ2と、性能やプレイ感覚が、違う2種の機体から選択、全8ステージの戦いが描かれる。世界観は、他の2作とは違っており、未来の地球と中心的植民惑星諸国セシリア連合の戦いとなっているということで、まあ、設定はね、あんまりシューティングでは気にしなくていい気がするんだけど、で、レイストームネオ HD。アーケード版レイストームの高解像度版、2010年にリリースされたレイストーム HD には追加要素があり、画面比率が16対9となっていたが、本作はアーケード版と同内容で、画面比率も4対3画面のままとなっている。このためタイトルもネオ HD とした。なんだろう、その、やっぱりシューティングゲームとしてはやっぱ横長すぎるのは問題ってことなのかな。うん。で、レイスト、あ、まあいいや、レイクライシス、これ、なんか2とかあった気がするけど、まあそれは無視なのかな。1998年にアーケード版が稼働開始したシリーズ第3作。システム基盤 G ネット対応。制御不能となったニューロネットワークシステム、コンヒューマン内部へ、接続媒体、ウェイブライダーで侵入し、知能、記憶、感情、意識、思考の各領域を超え、侵食率 100% になる前にその暴走を阻止する仮想空間内部での戦いが描かれる。レイフォースの前日談となっており、特定の条件を満たしてクリアすることによりエンディングが同作につながるストーリーとなる。そういうことか。で、レイクライシス、アーケード版レイクライシスの高解像度版。すごい、ここだけ手抜きな感じがするんだけど。いいのかな？はい。まあいいや、はい。で、あ、そう、この辺、ここであれか、文章的な説明があるのか、ちゃんと。本作独自のガジェット機能を搭載。はい。ですね。で、レイストーム。ガジェット、レイフォース、レイストーム。あ、それぞれの機能がいろいろ紹介されてるのね。まあまあまあ、いいでしょう。はい。プレイ中の BGM が選択可能。アーケード版と、あ、レイヤーセクション版、ここで出てくるのか。はあ。で、特装版の中身については、特に、あれだね、その、いわゆる、今までの何かしらのコレクションで
この特装版に、インベーダーとかそうだったよね、特装版にしか入ってないバージョンとか、ではダウンロードコードだと思ったけど、そういうのが入ったりしてたけど、そういうのは特にないみたいなんで、こういうのはコレクター的に、なんだろう、こう、ゲームコレクター的には安心なんですよ。グッズ的なコレクターさんからすると、こういう時の特装版は買わなきゃって思う部分あるけど、ゲームをプレイする意味では変わらないから、こういう時の特装版は僕の中では安心なんですね。ということで、レイズアーケードクロノロジー、シューティングで任天堂スイッチプレスで総合、2023年3月9日発売予定で、通常版7480円税込み、特装版が18480円税込み。で、セロは、これは、まあ、基本 A だと思うけど、まあ、言っても B ぐらいでしょうね。で、メーカーが対等で、まあ、いろいろあるということで、まあね、まあだから、とりあえず、その、今までのこの隊長さんのコレクション系のやつっていうのは限定版、特装版の方になんか、そっちでしか遊べないソフト入ってたのが本当気になったんですよ。かといって買ったかっていうと買ってないんだけど、そういうの後々どうするんだ、どうなるんだろうなって思った部分があるんだけど、まあ、なんかこういう音楽ファン、まあそういう人たちのためのね、あとレトロのそのインストカードとかそういうのが好きな人向けのこうコレクションとしてのね、存在感で特装版があるんだったら個人的には一安心ってとこです。まあただ隊長さんの商売的には多分ほらあれがあったじゃないですか、なんだっけ、イーグレット2だっけ、あれ、あの辺の流れがあってこう商売的にそっちのファンの人たちが買うっていうユーザー層が見つけ出せたのかなって勝手にこう想像してしまいました。はい。なのでね、まあ個人的にな、まあ買うにしてもプレイするに多分通常版かなと思うんですけども、マニアの人ほどね、特装版を気にされるとよろしいんじゃないかなと思いました。はい。ということで、このチャンネルに応援いただける方はグッドの評価とチャンネル登録をよろしくお願いします。以上、サッカーでした。